東京ドームに詰めかけています。栗山監督率いる日本が立浪か初球ボール高め見送っています。ボール先行です。低めの球いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。インコースもどんどん行きたいですよね。はい、ストレート空振りでストライク。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打った、ライン際打球が伸びる、ライン際に打球が飛んでいる、一塁線落ちてフェア。二塁牽制、送ります。打ち上げてしまい、最初は変化球できました。内へ低めに変化しました。ボール先行です。これで3ボール。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。ここはゴロを打たせたい場面ですからね、ゲッツーを狙いたいですね。そうですね。インサイド落ちました。速いボールで追い込みます。川上さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？やはり手元へスッと沈むようなボールを打たせることですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここは外れました。決めに行ったと思うんですけど、ちょっとコントロールしきれませんでしたね。そうですね。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。このピンチ空振り三振に切って取りました。これでね、ツーアウトになりましたからね、バッターに集中できますよね。はい、初球ボール、ツーアウトながらランナーは一塁二塁、バッターボックスには中田。何としてもここで止めたい。マウンド上大谷、改めてこのバッター中田の特徴について伺えますか？前で捌くタイプのバッターですからね、うまく緩急をつけてタイミングをずらしたいですよね。なるほど、そうですか。さあ、これでランナーは自動スタートを切ります。ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。初球空振りです。
ワンボールワンストライクです。打ちました。一塁ファールフライ。初球コーナーをついてきました。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応を考えているでしょうね。なるほど。空振りです、はい、打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンター高め。空振りです、はい。打ちました。ワンボールワンストライク。インサイド落ちました。ツーボールツーストライクです。外れましたけどいいボールですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。フルカウントです。打ちました。最初は変化球できました。ボールになります。いいところに決まってますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。インサイド落ちました。十分ご注意ください。打ちました。打ちました。いい当たりだ。ライトに。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。ボール先行。さあ次は狙っていきたいところ。打ちました。これも見送っていきます。ランナースタート。キャッチャー送球して、ナイス、ボールに成功。さあチャンスになりましたよね。足を使って打ちました。詰まりながらもセンター。まずはボールから入りました。打ちました。
チェンジアップ見送っています。ボール。落ちるボールはこれは外れています。打ちました。セカンドゴロ。インコース決まってストライク。さあこれで追い込まれました。外れてボール。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。結局フルカウント。中村が粘りを見せます。ここはもちろん際どいところも打っていかなければいけませんが、見逃し三振。スリーアウトチェンジ。まず打ちをついてきました。アウトロー空振り。159キロ。これもアウトコース厳しいところですがボール先行です。先頭バッターにフォアボールは避けたいところ。フルカウントになりました。初球空振りです、はい、空振りになります。ノーボール2ストライクです。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。見逃し三振。初球打ち高い打球レフトへ。改めてこの牧原のバッティングスタイルについて伺えますか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。変化球ボールになります。ボール先行です。変化球タイミング合いません。
インサイド落ちました。ここはストライクはもちろん際どいボールも手を出していかないといけませんよね。引っ張った。初球から際どいコースをついてきます。牽制、ボールを操ってきます。ノーボールツーストライク。打ち上げた、打ち上げました。ボールになります。したいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。アウトコース外れます。ボール先行です。バッテリー苦しくなってきました。ここは1球見ました。まずはボールから入りました。低め外れました。ボール先行です。インコース外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。バッターなんで走るなら成功しないといけませんよね。そうですね。内へ低めに変化しました。インサイド決まっています。155キロがいきなり出ました。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極め、打ちました。ショートが前に来る。インサイド空振り。スピードボールを持っています。打ちました。低め見送っています。
この高めは外れます。スリー玉には引っかかりませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール、スリーボールツーストライク。外れてフォアボール、ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい、得点に結び。ワンボールワンストライクです。追い込まれています。打ちました。これはどうだ。打ちました。高く上がりました。初球ボール、際どかったですよね。ボール先行です。次のボールがまだ50球目です。アウトローを見送ってボール、ストライクが入りません。ここは1球見ました。打ちました。ボテボテ。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。この球は外れています。ボール先行です。バッテリー苦しくなってきました。ここは1球見ました。インサイド落ちました。強い打球、フォアボールのランナーを出しました。ワンアウトからランナーを出してしまいました。初球空振りです。この球は落としましたが決まりません。これで追い込みました。ツーボールツーストライクになりました。苦しいピッチングが続きます。
ントロールが乱れています。得点圏にランナー、最初からコーナーをついてきます。さあ大谷、これで追い込んだ。ボールになります。ツーボールツーストライクです。打ちました。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。大きな変化球でまずは空振りを取りました。低め空振り、あっという間にツーストライクです。ここはランナーを変えさせません。打ちました。初球打ち、高め外れました。この低いボールは外れます。速いボールで追い込まれます。ストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。打ちました。インサイド打ちました。打ちました。赤星さん、このようにバッターがファールでしのいでいきますと、徐々にピッチャーというのはボールも甘くなってきたり、根負けというのもあるわけですか。そうですね、全てのボールを狙ったところに投げれるピッチャーはいないですよね。粘っていれば甘く入るボールも出てきますよね。なるほど。高めのボール打ちました。弾き返した打球は左中、初球ボール、ボール先行、しっかり狙っていきたい。アウトコース見送ってストライク。いやー、いいまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。ツーボールツーストライクです。逃して三振になります。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。ストライクが入りません。
まあここは1球待つカウントですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあフルカウントになりました。ここで簡単に終わりたくないところ。近藤、際どいコースですが外れました。ワンボールです。打ちました。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。ツーツー打ちました。これはどうか。インサイド打ちました。ワンボールワンストライクになっています。インドを見送っています。これで追い込まれました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。いい当たり、これはどうだ。初球ボール、ストライクになります。さあこれで追い込まれました。バットは動きません。よく見ています。変化球空振り、3アウトチェンジ。最初は変化球できました。外のボール、ワンボールツーストライクです。打ちました。打球は右中間へ。アウトコース、ボール。スピードボールを持っています。次が80球目になります。今のは危ないボールでしたよね。158キロ。これもアウトコース、厳しいところですがボール先行です。
追い込んでいます。見極められてフルカウントになっています。インサイド落ちました。初球ボール。惜しいですね。はい、アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ボール先行です。ここは163キロを計測しています。釣り玉でしたけど見極められましたね。はい、高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。ここでフォアボールを与えました。苦しいピッチングが続き悔しさがにじみ出ます。初球からコーナーをついてきます。ワンボールワンストライクです。アウトながらランナーは一塁二塁、バッターボックスには細川。何としてもここで止めたいマウンド上大谷。ワンボールワンストライクです。内側厳しいコースですがボール先行です。速いボールで追い込んでいます。決まって見逃しの三振。試合終了。日本打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。